子供の声がする。今日は三口幸子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本当2014年の9月27日 の御嶽山の噴火災害から、私は初日からこちらお世話になって、その他にもねたくさんのね、取材班がお世話になったお宅です。本当に朝から晩まで、いやこちらの方がお世話になりました。本当に全然噴火のこと知らなくてね、そして信濃町新聞社から連絡いただいて、御嶽山が噴火って、ちょっと びっくりでした。あれだから最初は三口さん村におったけど、噴火のことは知らなかった。村の中で分からなかった。全然知らなくて、そしてし信濃新聞社のだから電話来て、そうだそうだ、御嶽山噴火だよって。そうですよね。本当にびっくりしてね、まさかと思って、本当ですね、びっくりして、そしたらこれから信濃町新聞社が行くからねしてそうでした。あの時はね、どこか僕たちも取材する取材してその後仕事する場所をどうしても借りたくって、村役場にも近いところもあるし、でさらにその電話してくれたのがうちの記者なんだけど、もともとこちら大竹村に滞在して、取材させてもらった時も三口さんにお世話になったんだけれども、多分その人から電話あったんでしょ、その時。そうそう、で家貸してくれませんかって。それ貸しもう何もない、はい、前の年から家族みたいにうちでご飯食べたり、いろいろしていましたもんでね、そしていきなり御嶽山噴火だよって言われて、まあそれでも言ってくれてね、本当にありがたかった。ああそうでしたか。全然知らなくてね、いや本当に僕らもその日から取材で大変お世話になったし、三口さんにはねいろいろとこの、まあ本当御嶽山のこととかでいろいろ大竹村でもその後その前もね噴火もあったし、西部地震もあったし、いろんな話をね滞在中に聞かせてもらったりとか、まあ西部地震だってあっちの濁川の方も流れたけども、こっちの松越だってすごく被害出たじゃないですか。そうね、本当に村の中心で大きな被害だったもんね。いろんな話聞かせてもらいました。まあ役場が近いから、これから社内市民じゃ行くからねして、どうぞと。そうですよね。佐藤さん実際あれですか、うちの記者ってたくさん来たよね。何人くらい来たか覚えてないよね。十何人来たよ本当、そうだね。もう1日目2日目だけでも多分すごく出入りさせてもらって、こちらの2階をねお借りして、2階にパソコンを開いたりして仕事をさせてもらって、ここから記事とかね写真とかね。で当時はこの二間使ってたって。そうそうそう、この二間を借りてたので、二間借りてて、そっちで仕事してる人もいれば、こっちで仕事してる人もいるし、で、あっちで寝転がってる人もいるし。そう。だって夜遅まで。そうそうそう。大変だと思って、私、新聞記者は大変だなって、本当にあの時つくつく思ったよ。でも佐久さん申し訳なかったよ。本当遅くまで眠れなかったんじゃない、逆に。そんなことない本当よく眠れましたよかったです私は、かえってそういう人たちが来るのが本当勉強になるから本当、ありがとうございます。そんな人眠れんっていうことは全然ない。そうですか、逆よかったです。本当に我々もほとんどね、佐久さん出たり入ったりしてもほぼ僕たちだけで留守番してること結構あったんで、でもはい、全部私は記者でも何でも来る人はみんな家族だから。ありがとうございますそういうあれだもんで、いや当時僕たちもね自分たちでお茶入れたりね勝手にいろいろ食べさせてもらってありがたかったですよ。本当にありがたかったよ。私はいい人たちでねみんな留守番頼むねしてそうってはい、みんなやってくれてね、本当にあれしてくれて本当に助かったよ。私は毎晩一人だと本当に、寂しい悲しい気持ちが毎日あれだったに、大勢おってね、本当にいろいろ
学ぶことを教えてくれていろいろ本当に、うん、いやいやいや、ありがたいと思った。本当にそうだね、うん、佐口さんたちね、ずっと護衛官もやってらっしゃるけども、うん、噴火の後もその噴火災害の犠牲者のための護衛官ってのをやってましたね、うん、護衛官ずっと続いてやっとる。彼岸とかお盆とかに続いてやっとる、はい、あ、そうですか、うん、今日のこの9月のやつも毎月やるやつなの、これは、うん、毎月やって、ほんでまたうん、なんかあそこであのあれをやるから護衛課っていう村からのあれがあって、うん、ほんでその練習した。あ、そうですか、うん、あの27日、うん、あ、そうですか、うん、佐口さんたちもずっと招かれて追悼式行かれてる、うん、今年も行かれるんですか、うんうんうん、そうか、うん、それもじゃあ今日練習してきたんですか、うん、そう、あ、そうですか、うん、大体毎月やっておるけどもね、はい、うん、そうかそうか。でも護衛官の仲間もね、今全部で何人いるの、護衛官、法泉寺さんの護衛官のやつは11人だけども、ああ11人やってんだ、うん、へえ、だけど今日はみんな稲刈りやら、稲刈りね、いろいろあって、あ、今日は1,2,3,6人だった。6人、そうか。佐口さんもあれでしょ、御嶽山昔は登ったでしょ。登った。うん。登って日帰りで降りてきて、御嶽は最初に何にも車ないから、はい、こっから全部歩き、頂上まで歩き。村のこの役場の中心のさ、うん、ね、春宮の里宮のとこから全部うちから歩き、それで日帰りってきたんですか、うん、昔は日帰りもしたの、それで、うん、へえ、日帰りほんでまあ上に親戚のあれが剣ヶ峰でやっとったので、はい、ちょっと手伝いにも行ったりしたけどもね。ああ、佐藤さんこれさ、うん、昔ほんとこれ10年前にさ、うん、すごいよく覚えてるんですよ、御嶽の自然の、御嶽に自然の厳しさ教えられってさ、すごいよく覚えてる、僕たちもだからこれ見ながらですね、毎日ここで仕事をさせてもらいました。佐口さんこれ書いてくれて、まあ佐口さんね、毎日僕らが書いた記事、まあ、翌日新聞になるんだけども、新聞届いたら佐口さんいつも下でね読んでくれてて、でその中からもう一つ雲あるんだけど、こっちもあれでしょ、当時読んでくれたよね、信濃の記事に泣かされ友の電話って、これ信濃、まあ信濃毎日新聞の記事読んでくれて、あの頃いろんな遺族の、これ佐久さんどんな気持ちで読まれたんですか、こちらの句は。当時はなんか覚えてますか、読んだ時の、うん、いや、うん、御嶽は自然豊かであれだと思ったが、うんうん、このあれに亡くなられて、それに、いや、こんなこともあるんだと思って教えられた、うんうん、そうだね、うん、で、まあ、でも御嶽はやっぱり豊かなところもあるは、もちろんあるもんね、それで、うん、あった。今までは本当にここから歩いて、うん、そんなこと考えなく歩いていったのに、うん、噴火、うん、まあ活火山っていうこともあったけども、はい、まあ、これほどのこと起きるとは思わなかったから、うんうん、本当にそうだね、うん、いろいろ教えられた。やっぱり活火山っていうものは、まあ、注意しなきゃいけないっていう思いがありますか。そう、うん、活火、うん、そうだね、早く降りてきては助かっておるだよ、はい、で私は、まあ、登るだったら活火山っていう認識はしてほしかったなと思ったけども、うん、まあ、でもこれから登る人たちはやっぱりそういう思いは、うん、そういうあれば ね、うん、認識して登ると思う、うん、火山っていうことはね、うん、気をつけなきゃいかんっていうか、危ないもんだってことだよね。そういうあれ、全然今までは、うん、小さい山の中で穏やかな村だと思って、ただそれっきりだったが、いろいろあって本当に、うんうん、学ばれた本当に、うん、